Hey, welcome back to Story Online Lockdown. And I used the escape crystal to escape the dungeon, and this cut thing came up, so I had to shut off my PlayStation Vita to so it won't go until I record this. の嫌な感じもなくなってるね。さっきのスイッチがこれと連動していたみたいね。あ、ねえねえみんな、セブンのライブがもうすぐ始まるみたいよ。おい、急だな。急がねえとセブンちゃんのコンサートが始まっちまうぜ。そうか、ひとまず街に戻らなきゃいけないな。おい、クライン。キリト、どうしたんだよ。お前、普段通りを装ってるけど、口元が緩んで気持ち悪いぞ。え、そんなことねえよ。俺は至っていつも通りだぞ。まあ、鼻の下伸ばして、だらしないわね。悪いかよ。だって、念願のコンサートなんだぞ。クライン、本当にセブンちゃんのクラスターになっちゃったんだね。そうよ、今では立派なセブンクラスターの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。いや、私哀れんでるつもりなんだけど。そろそろ始まるみたいだぞ。盛り上がりだな。でもこうやって見てると普通のアイドルのライブとかと何も変わらないよね。ああ、まあぶっちゃけるとセブンの歌に他のプレイヤーの精神を操れるような特別なスキルが付加されてるんじゃないかってちょっと疑ってたんだ。パパ、さすがにそういうのはセキュリティ的にも問題です。だよな、みんな純粋にセブンに心酔していてこの場を楽しんでるってことなんだろうな。I'll be right back. I'm back. Sorry about that. あの世界 SAO を生き抜いた私たちも納得できるところではあるよ。あの、この世界はただの遊びやデータじゃない。ここではたくさんのプレイヤーたちがちゃんと生きていて、みんなで協力し合って何かを成し遂げようとしている。それは現実と何も差はないもの。種族同士の争いを推奨しないってのも別に遊びを阻害しようっていうことじゃなくて、単にこの世界を一つのソーシャルと考えた場合に民族間で紛争するなと言ってるだけだもんな。確かにあの子が提唱していることは一理あるんだよな。加えてこの可愛くて透き通るような歌声、みんなが惹かれないわけはないよね。うおー、セブンちゃん最高だー。みんな、今日は私のライブに来てくれてどうもありがとう。うおー、最近うちのギルドはね、スバルトエリアの裏世界の攻略をかなり頑張って進めてるの。完全攻略まであともう少しかなって。すごいよ、さすがセブンちゃん、サブロック。セブン
ちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。まったく。やっぱりこの前のハイエナプレイはあのクラスタが独断でやってたっぽいね。ああ、そうみたいだな。まあでもこのノリで先導させられちゃクラスタの子たちもやる気満々で何でもやっちゃうんでしょうね。悪意のかけらすら出さず人心を掌握する、まさに小悪魔って感じだね。お前ら当たり前だろ。セブンちゃんは真の天使、世界一可愛い真の女神なんだぜ。そうだな。でもこれで分かった、セブンは決してアコギなプレイを誘導してるわけじゃないってことだ。それさえ分かればもうここにいる必要はないな。よし、俺たちは俺たちで引き続き裏世界の攻略を目指そう。そうだね、キリッ。Okay, we got a message. One from Doug. Peanut got riled up. This place is very dirty. I like the peaceful feeling of bungling a lot better. Oh yeah, that reminds me, Kirito. Why don't we go out for a picnic in the field with the others sometime? Sometimes it's good to take a break from flying and having a nice walk. One from Feria. Mike, it might be in a slump. The dark world.Seeing how crazy this place is, don't you think there ought to be more must-have treasure lying around somewhere? If they're going to go to the trouble to make the place so ominous, they should at least give us some nice hidden goodies too. One from Alicia Roo. Rock everywhere. So that dark world, huh? Pretty eerie, huh? Yeah. Wrongly is definitely more in line with what I like, being all laid back.Well, we got two events here. So, I'll stop this video here for now, and I'll see you guys in the next one. Take care. Bye.